倒してやるよ。俺自身の力で感じるんだ、俺の力の全部を。力なきことは罪。戦いの中で刹那の狂気に身を浸す楽しみを知った。お前の守りたいものが私の守りたいものではないのだ。私は全てを超越する。あんたは全力を出し切ってもこの程度だってことなんだよ。どう？似合う？アンカルセンテシーモ・テルセロ、このドルドーニ様が貴様をここで叩き潰してくれる。やってやろうじゃないの。いつから錯覚していた。俺を裏切った死神たちを叩き潰す。お前の道はここで終わりだ。この世界のあらゆる事象を
僕の意のままに誤認させる。それが強化水月の真の能力です。過去に疑問があるのかい？私は思うままに行動するだけです。それを邪魔する者は誰であろうと許しません。俺が守る！過去に疑問があるのかい？強さへの憧れがある限り、俺はどこまでも強くなれる。この世界のあらゆる事象を僕の意のままに誤認させる。それが強化水月の真の能力です。いつから錯覚していた？汚れれば汚れるほど強くなる。砂、土、泥、埃、血でも錆でも何でもだ。次の一撃で幕だ。逃げてちあんたの求めてる展開はないままだぜ。とどめと行こうか、兄弟。戦いには二つある。命を守るための戦いと、誇りを守るための戦いと。家の誇りにかけて負けるわけにはいかぬ。俺の創業の断りがただ返すだけの残白刀だと思ったら大間違いだよ。お前の守りたいものが私の守りたいものではないのだ。俺は守りたいものすべてを守る力が欲しいんだ。私はこの力をアモールと呼んでいます。戦いに必要なのは恐怖じゃない。そこからは何も生まれない。知ってるか、剣ってのは片手で振るより両手で振った方が強えんだとよ。この僕だって意地を張って喧嘩を続けるのさ。アイゼン隊長を殺せるんは僕だけやのに。
五番隊の隊員たちを預かる者として私は負けるわけにはいかない。うちはシンジみたいに編まないで。五番隊の隊員たちを預かる者として私は負けるわけにはいかない。感じるんだ、俺の力の全部を。いつから錯覚していた。くさびを失えばたやすく崩れる世界とはそういうものなんすよ。みんなを守る、俺はそのために戦う。いつ以来だこんな高揚感は。所詮はアランカルナンバー107、このガンテンバインモスケーダの敵じゃねえってことだ。純真と呼ばれたこのわしに追いつこうとは100年早いぞ。その挑戦受けよう。祈れサンタテレサ。一対一の戦いではまず使えない。信頼に足る助けがなければね。また守れなかったってそこで座って泣くのかよ。戦うならばそれにふさわしい音を奏でよう。これ式のこともできずに隠密軌道総司令官が務まるとでも思ったか。過去に疑問があるのかい。私がお前に力を貸さぬ限り挽回はできぬ。俺らはアイゼンの敵、そんでもってイチゴの味方や。